どうも、エルカキのエルウダです。どうも、エロニアイシです。ということでね、はい、あの福原愛ちゃんの不倫報道というのがちょっと出てるんですけども、嘘よ。なんか日本に帰ってきてる時に、背の高い男の人と、まあ、一緒にホテルに入っていって、ホテル入ったけど、まあ、2部屋取ってますっていうので、あ、はいはい、ただ、まあ、これそこだけ見ちゃうとよくないのは、うん、そのちょっと前に旦那さんからモラハラ受けてるんじゃないか説っていうのがあって、ちょっとこう日本にね、まあ、安らぎを求めに、まあ、ちょっとわかんないですよ、まだね。安らぎの里って、うん、ありましたからね。里は、もっとすっごいおじいさん、おばあさんのドラマ、倉本壮さんのやつですけど。安らぎの里に来たと。で、やっぱさ、こう自分の YouTube だからさ、うん、言いますよ。うん、なんか、うん、嬉しい自分いますよ。そのもうなんか、福原愛さんが勝手によ、俺も卓球やってたからね。はい、ちっちゃい時の愛ちゃんと、はい、現場一緒でした、まあね、泣きながらね、ちっちゃい愛ちゃんがいて、俺大学高校の時に大学生の試合見に行ったのかな。あ、いたんだ。現場一緒ですよ、俺仕事一緒にしてますから。ちっちゃい愛ちゃんがいて、本当にちっちゃいので、見に来てるおばさんたちに愛ちゃんサインしてみたいな言われて、おばちゃんも狡猾だからさ、最初にお菓子を2袋与えるっていう、あーつってね、サイン逃れられない作戦したんだけど、あれじゃ、昔の人が誘拐するときによく使う、ね、いや、まあまあそれはあんま注意しなさいねって言われましたよ、うん、まあまあ、僕も飴をねもらうんじゃないよって、ダメだよチョコレートね、やっぱその愛ちゃん教えちゃんとされてましたね、うん、サインしてって言われた時に本当ちっちゃい愛ちゃんよ、うん、うん、で手を差しの出してできないと。なるほどね。まあなんか契約あったかもしれませんね、当時ね、ミキハウスかどっかとの契約もあったかもしれませんけど。いや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 、でもね、まあ一回しちゃうと大変だしね。ねえ、っていうね、まあ検証になったら大変だもんね。あ、いや、まあね。いや、マジだマジだ話。卓球であんだけ鍛えててペンでなんでだもんね。まあペンがね、ちょっとややこしいですけど。人気者だから。うん、愛ちゃんはね、シェイクですから。まあそういうことがね、ちょっとありましたけども。うん、そしてね、うん、使い続けて20年、古典に昇華された、うん、ハリセンボン近藤春菜の、じゃねえよっていうことなんですけども。古典？はい。古典ってのは古いに、まあ、古典落語の域に達しただろうと、はい、今年3月にスッキリの卒業を控えていると、うん、で近藤春菜さんが、うん、角野卓造さんとの共演と注目が集まる、うんうん、ハリセンボン近藤春菜さん、春菜といえば角野卓造じゃねえよに始まる、うん、〇〇じゃねえよシリーズ、じゃねえよ、はい、実はこのネタ使い始めて20年が経つということで、すごいね、バリエーションはシュレックから、うん、ステラおばさん、いやデイマックスなど、いや20年変わんねえな、豊富で使い勝手も抜群の鉄板ぶり、はい、面白いからね。僕が好きなのはマイケル・ムーアですけど、ね、マイケル・ムーア、マイケル・ムーアじゃねえよっていうね、はい、ということなんです。もう20年も経っているんだと、はい、ちょっと突っ込む時にさ、うん、顔ちょっとマイケル・ムーアに寄せてる感じが面白い。あ、寄せるし、あと小刻みに「ねえよ!」ってこうちょっと震えてね行く時がね、はい、ありますよね、はい、ということでございます。まあ、個人的には古典の域、はい、言わせねーよ、同じぐらい俺の中では、あの我が家の杉ちゃんの、あ、言わせねーよですよね、はい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 、あれも同じ、あれテンポ1個間違うと、うん、ね、事故ですから。いや面白くない、ちょうどいい2文字目ぐらいの時に、うん、いや実は俺のあそこも言わせねーよって下ネタかなって分かったぐらいでいくというね、うん、はいはい、ことでございます。そんな声じゃない、うん、我が家の杉山さんの家に矢田部さんが来たということで、杉山さんがつぶやいていて、で、なんか久しぶりだったのかな、家に来たのは分かんないけど、で、引用ツイートで結構ルーキーズって書かれてて、ルーキーズ、はい、これね、俺これ言ったことあるかはないか分かんないけど、俺実は初舞台18か19の時に新宿風っていうマセキが事務所ライブやってる事務所に自分で応募してピンでネタ見せしたことあるんですよ、俺。あ、一人で行ってるんですか。漫談みたいな。ほう。で、それが、なんだっけな、東京新社っていう事務所で、東北新社じゃないですよ。東京新社っていう、うん、お笑いの事務所が当時あって、はい、そこに、杉山さんと矢田部さんのコンビの、はい、多分ルーキーズってコンビと、うん、あと坪倉さんが別の人と組んでたなんとかって人たちとが、お、何組かでやってる、で、社長が別でいる、うん、なんか自分たちの事務所みたいなのがあって、その日渡辺ではないんだ、うん、そうなんですよ、スタートはなんか自分たちの多分東京新社っていう作ってたんだところにいたんですよ。でルーキーズめちゃくちゃ受けてて、俺これで思い出したんだけど、あールーキーズだったかな名前、うん、で、うん、坪倉さんがゴールデンなんとかとか、なんかそんなコンビなんか忘れたけど、おーっていう、だからそれで俺思い出したんだよね。あ、俺18で一回舞台立ったことあるわみたいな。で、で何がすごいって、その日来てた変なおじさんとコンビ組んで漫才やったんで、俺、なんか2人でやればいいじゃんとか言って言われて、
え、そこにいたおっさんと一緒に、一緒にネタ見せ来てて、どっちもピンで出すのはちょっと難しいけど、うん、2人でなんかやればみたいなって、そう、そう、なんかちょっとだけ受けたんだよね。そのおじさんが実は今日、うん、こちらの方に、いやいや来てないですから。こちらの方に。それはね、あの夕方5時のカタラフって番組で井上順さんが、はい、あの小坂井和樹さんと喋る時に加賀まりこさんの話してたら急に、あ、加賀さんって言って、うん、小坂井さん普通に騙されて何もなかったっていう。俺公共の電波でこういうのあんだと思って。びっくりさせないかと来たかと思いましたよっていう。すっごいどうでもいいこと思い出しましたね。シーン見ましたね。はい、その間に風がすごすぎて、うん、小坂井さん自分のスカーフでビンビン食らうっていう、ね。あの別日か場所はなかったのか、ね。ここ数年の話ですね。ここまであの5期終わってすぐぐらいかな。すぐぐらいですね。もうまあ何年か、はい、経ちますけれども。ね、ということでございます。うん、ちなみに近藤春菜さんハリセンボンは M1 の決勝で4位と9位に輝いたことがあるという実力派。2回出てたっけ。すごいね。俺これで思い出した。4位入ってんだね。お、うん、あ、出てたの。2回出てて、2回出てんだ。1回に出た時に結構すごい成績良くて、で上沼さんに、うん、一口だけ言っとくで、うん、女芸人は彼氏ができたらおもろなくなるって言われて、うん、で2年目の時に箕輪はるかさんが、うん、彼氏できたっつって、うん、で煽り V で彼氏ができても面白いところ見てください、うん、あ、そうだそうだ、あったあった、で、あんまり不発になって上沼さんが、うん、言うた通りやるっていう全部が台本だったと俺は思ってます、ね、いや1年かけない、うん、あのハリセンボンの時に AD のスタッフ指示で笑うなって出てたんだよ、お客さんに対して春菜笑うそう、その一連の流れを、箕輪はるかさんです。そうだそうだ、うん、ね、箕輪、ね、ウーマンって呼んでますから個人的にはね、という、ね、ことでございます。はそしてね、うん、今日なんか松島智子さんが、はい、徹子の部屋に出たとはい、いうことで、はい、つぶやいている方がいらっしゃってですね、うん、松島智子さんのブログのタイトルは、うん、ライオンの餌だそうです。ね、人脈ですごいですよね。わかりやすいですからね。ライオンの餌になった芸能人って他にないかな、まあね、ライオンの餌が、うん、ミネラル麦茶 CM してたんだミネラル麦茶は誰の餌なの。俺たちのやっぱ ね装飾の感じありますし ね、うん、なんかね、あのライオンにこう襲われた後にヒョウにも、いや、そうそうそう、それがね1週間2週間後でしょ、うん、襲われた後でミネラル麦茶の CM になって、いや、随分間があるな。で今ね結構介護に関する講演会とかをよくやってて、あ、やられてるんだ。なんか俺ね街でポスター見て写メして、まあちょっと被害は行こうかなっていう、ま、悩んだ時は意外とね芸能人の人の、うん、そういうポスター面白いよね。あ、そうね、あの、うん、角田信明さんのね、あのストーカーやってるやつとかね、はいはいはい、一時期貼っててね、コロッケさんのオレオレ詐欺のやつね、うん、あるね、そうそうそう、あんなに誰にでもなりすませるやつ他にいないでもコロッケさんやっぱ見た目若えな、うん、おじいちゃんって感じじゃねえもんな。60ぐらいでしょ、うん、60には見えないしね、おじいちゃんって感じになるんだよね、うん、いろんなね俺もね、なんかおせちを調べてたらね、はい、なんかおせちに詳しいタレント森久美子のプロデュースおせちだって初めて聞いたわ、おせちに詳しいって森久美子は。だって昔あの、うん、花丸マーケットだったからさ、はい、森久美さんがさ、うん、あのコロッケかなんかをあげるっていうのが、はい、その中で花丸マーケット市場の最高、うん、視聴率だったからへ、番組の中でコロッケをその年かな、その年、うん、へ、そう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 、ただ食べ物のイメージやっぱあるんだよ。俺あのご機嫌ようでなやったら心霊の話してた思い出がね、ああありますね。あの体型で歌うまい人はね、江原博之とか結構あの霊感がある。森久美子さんってそっち系の人じゃないの、もともとが違うでしょ。あ、分かんない、元は知らないけど、もともとそっちの人じゃないの。歌歌手とかそっちなの。あ、歌手でしょ、歌手、歌手でしょ、そうそうそう、うん、だからでも霊感で出てたよ、よく動きに出てた、何回も出てたと思う、ねえ、うん、そういうことでございます、うん、そしてね、今日はあの令和3年3月3日ということで、あ、両津勘吉の誕生日、あ、両津勘吉のね誕生日じゃないですか。誕生日らしいね。うん。YouTuber になったら、うん、多分世界一だと言われてる男、両津勘吉。なるほど。これは説得力あるんだと思うんですよ。ああ、確かにね、まあ。あんなことを YouTuber 出てきたら。でもね、ちょっと説得力ないのは、ラサールさんの YouTube そこまで人気ないからね。いやいやいや、両津勘吉ですよ。ラサール石だろ、両津勘吉は。で、ちょっとね、真面目に言ってた人がさ、はい、なんか両津勘吉が YouTuber になるには、うん、まず英語を覚える必要があると。ああ、なるほどね、そうすると1000万は楽勝だと、世界規模にした方がいいよと、いいよって、でたまにゲストとかでね、うん、あのホンダとかね、あのマイクに乗ってない時のホンダ、ね、いやつまんねえなよなよしてるサムネゲーでね、うん、あのホンダとツーリングしたら大変なことになりましたとかね
絶対ウケるだろうな。めちゃめちゃ見られるだろうね。中川の家紹介したらいいかも。ああ、いいかもね。あの豪邸、本当のお宅訪問。ね。そして、両津勘吉のね、クリエイティブな。そうね。ね、物語ってるし。なんかね、両津勘吉誕生日もちろんつぶやかれたけど、一番リアクションあったのはね、うん、謎のつぶやきで、両津勘吉が異世界転生したら、うん、すごい勢いで世界を救い、うん、瞬く間に暴君になって、うん、ついていけなくなった異世界民衆が部長を召喚して終わる。ここまでの流れが18ページで全て解決するという、この、なんで、あんな？あ、これあったろうな。連載してたら絶対その話あったと思う。ラノベですか、その異世界転生もの。転生、ナロー系でしょ。はいはいはい、ねえ。だこれに近いやつでさ、昔りょうさんがさ、地獄に落ちてさ、地獄を支配しちゃうっつってさ。はい、そこで、りょうつかんきち、うん、なるけど、誕生日364日前から読んだよ。確かそんな落ちるやつあったと思う。すごいね。面白いよ。M1 決勝の次の日にスーパーマラドーナ武市さんが M1 まであと364日ってつぶやいてた、ね、ああだからりょうさんって364日シリーズ、ね、シリーズ、うん、でこっち亀であったな。さっきマック入ったらマクドナルド入ったら100日後に死ぬワニの映画化で生き物がかりさんが歌を作ったんで聴いてくださいって流れてましたね。あ、100日間生きたワニだっけ。100日間生きたワニになります、アニメ版は映画版は。はい、俺がうろ覚えで100日後も生きるワニとか言ってたら、100日間生きたワニではとコメントくれた方いらっしゃったんで、多分ね、ワニファンの方結構いらっしゃるんで、はいはい、いや、じゃあ間違いを許さないんだよ。間違い許さない、許されないんですよ。まあまあまあ、で確かにね、こういうネタやってるから許されない、はいはいはい、ニュースを扱ってますから、はい、ね、まあそんなところでございます、はい、といったところでまた明日お聞きなさってください。お願いします。